27日月曜日、キバレユナイテッドステーション。はい、鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田辺隆です。よろしくお願いします。感謝。そしてこんばんは。初めて、人生で初めて買ったオーセンティックユニフォームを着ての出演です、富谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。富谷さん、いつもありがとうね。一言あの足してもらって。いやいや、でもね、初めて買いました。いやいやいや、オーセンティックユニフォームというものを。だってさ、選手だったら、まあね、買うことないもんね。そう、まあ子供の頃から合わせて昔からジリーグ見てるけど、うん、自分でユニフォームを買うという、初めて買ったのがこのサードユニフォームです。自分の働いたお金で、まあ、うわー、背番号12、あ、12、びっくりした、はい、誰かついてるかと思った12番で皆さんと一緒に応援できたらと思って買いました。はい、よろしくお願いします。はい、はい、この番組はですね、あくまでも、私応援にいた田野豊と、富成慎二さんの目線で熱く、ゆるくお届けしていく番組となっております。喉がカラッカラですね。むしろそれしかない、はい、熱いと緩いしかない、はい、熱いと緩いしかない、はい、だから真剣に見ていただかなくて結構です、はい、緩い感じで、なんなら家でも飲みながら、なんならお耳の恋人でも構いませんので、はい、よろしくお願いします。まあ、はい、ということで今週の田上トピックスのコーナー、いきたいと思います。メインコーナー。メインコーナーではないですね。はい、で、あの、すいません、言い忘れました。ここにありますけれども、本日も全国から見てますよボードがここにありますんでね、私どこから見てるよっていうのを言ってくだされば、何々県っていうところにこのシールをペタッと貼りたいと思うので、ぜひぜひあのどこどこから見てるよっていうのをね、コメントでください。よろしくお願いします。はい、ということで、今週の田上トピックスなんですけれども、はい、まずですね、9月の22日水曜日、これはあのずっとあの KYT さん、KTS さんとかが、うん、あの応援番組というものをやってくださってるんですけれども、うん、その応援番組の、僕のコーナーがありまして、うん、そのコーナー名はユナイテッド魂という、うん、KYT さんのコーナーなんですけれども、それの、撮影をさせていただきました。はい、で、僕がやってるコーナーっていうのが、あのご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、うん、スタジアムグルメをご紹介するコーナー、うん、でね、あの2年半僕選手の時から実はあのそこのスタグルのコーナー出してもらってて、でこの宮田さんっていうアナウンサーとあの一緒にずっと出させてもらってたんですけど、まあ宮田さんがあの卒業されると、この番組を卒業されるということで、今回最後の撮影となりました。あの内容はね、本当にあのスタジアムグルメをいつもより紹介して、で、はい、ありがとうございましたで一回あのリモートでやってるんでね、僕のリモートで映ってる画面がパッと消えて、で宮田さん、あ、終わった、田上さんとの共演終わったなって思ってたんですけど、実は僕はリモートで画面が消えただけで後ろでまだ控えてる、うん、で番組が終わった最後で宮田さんが本当に2年半ありがとうございました、皆さんとの思い出は忘れませんみたいなことを言ってるわけですよ。その後にちょい宮田さん待ってくださいよみたいな感じでまた現れて再びいや寂しいじゃないですか、お別れの言葉ぐらい言わせてくださいよみたいな感じで、サプライズであの最後、はい、あのお見送りをさせて、うん、お別れを言わせていただきました。これもね、あの KYT のスタッフの皆さんの粋な計らいで、うんうん、田辺さん最後ちょっと一言いいですかみたいな感じで、うん、あの全部セッティングしてくれて本当にありがとうございました。で宮田さん、あのこれからもね、あのいろんなところで、僕らも頑張りますけど、宮田さんもね、あのそれ自分の道へ、自分の信じた道をそのまま突き進んでいってくださいね。僕らもう出会った以上仲間なんで、ここからこれからも頑張っていきましょう、楽しく生きていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、そしてまだ続きます。9月22日同じ日なんですけれども、うん、この日の夜にも見ら、これも見られた方いると思うんですけど、ユナイテッドの方9件目、鹿児島ユナイテッド FC 球団代表の徳重剛と、うん、私と、2人でユナイテッドの方9件目を行わせていただいて、その今回のユナイテッドの方はあの鹿児島ユナイテッド FC の練習場ができましたね。へえ、じゃないでしょ、絶対知ってるでしょ。喜入にできたんですよ、鹿児島県の喜入っていうところに。その喜入にできた記念の配信、生配信を見た、それは見てるだろうね。生で見たって、もう何ならスタッフでいましたからね。はい、そんな配信をさせていただいて、皆さんにもすごい喜んでいただけて、うん、その中でもやっぱりユナネットタノタ、はい、はい、ユナネットタノタで
もうユナイクの詰め合わせセットの商品を紹介したところ、まあ、本当にたくさんのご声援いただきまして、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、皆さんがこうやってね、ユナネットたのたの時間を楽しんでいただけて、またご注文いただくことによって次回がありますから。そうですね、ね、まあ、これでね、電話が鳴らなくなってくればね、そう、もう田上もあれかということで、俺じゃなくて、俺なのかな、こちらの従業員ですね、はい、なので、本当に電話が鳴らなくなってしまったら、もうユナネットたのたはもうなくなってしまうということなんで、はい、皆さんそこだけ頭に入れて今後の配信見てもらえたらありがたいなと思います、まあ、いや本当にね、ここにいただいてありがとうございました。いや本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ということで、その次まだありますね、9月の24日金曜日、うん、これも KYT さんなんですけど、はい、僕は情熱ハンターというものをやらせてもらいまして、はい、まあ言ってしまえばネット通販、はい、でその商品をテレビ KYT さんのテレビ過去来たという番組で生で、ご紹介させていただくっていう番組をやらせてもらってるんです。5分間ぐらいなんですけど、それめちゃくちゃ緊張するんですけど顔に入れてたもん、ね、でしょで、今回は本当にね、いいものが揃ってます、うん、で、僕の仕事としては、うん、その商品をただ紹介するだけじゃなくて、うん、その場所に行ってリサーチして、うん、で、その生産者と触れ合って、で、物を知って皆さんにテレビの前でまたご紹介する、ハントしてくるってことですね。そう、ハントしてくるんですよ、うん、だからハンターなんですよ、上流サンタということで、今回しぶしばの恵み生しらす、冷凍生しらすをご紹介させていただきました、はい、これね、東串良漁港、僕船に乗って漁に行ったんですよ実際に船に乗って漁に行って、そのしらすを一緒に取って、はい、で、取れたてのしらすを味わって、で、また船で上がってきたと冷凍生しらすにこう加工したものをまた食べて、その味もちゃんと確認して皆さんにね、うん、ちゃんとお届けするっていう、生しらすが食べられるってなかなかないんでね。そうだね、うん、ぜひ皆さん、鹿児島情熱市場で調べてもらったら、サイトに飛べると思うんで、うん、よかったらぜひぜひ、見るだけはまずただなんで、うん、まず見てもらって本当にいいものが揃ってるから、ぜひご購入いただけたらと思います。ということで、以上と言いたいんですけど、うん、まだあります。これが一番大事かもしれない、メインかもしれない、多い、9月26日日曜日、はいはい、昨日です、はい、2021J エリートリーググループ C 第5節鹿児島ユナイテッド FC 対アビスパ福岡の試合が行われました、はいはい、場所はですね、指宿フットボールパークで14時キックオフで行われたんですけれども、その試合をですね、昨日、まあ、本当に限られたスタッフで、うん、富さんもね、いましたけど、うん、小林さん、今ね、全部機械を担当してくれてる、カメラも担当してくれてる小林さんが全部担当してくれて、映像の方ですね、生配信を行わせていただきました、うん、はい、まずその生配信に、するにあたってあれですよ、施設の方々、うん、そして、まあ、ビスパ福岡の皆さんもそうですけど、そしてボランティアスタッフの皆さん、それからね、ボールボーイとか、そういうところで指宿商業高校の子供たちが協力をしてくれたわけなんですよね。本当にいつもやってる J リーグのホームゲームもそうですけど、うん、今回のエリートリーグもたくさんの人のこう支えがあってできているっていうのをね、我々もやっぱり肌で改めて感じることもできたんで、本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのおかげで、無事配信もできましたし、エリートリーグも無事終えることができました。本当に感謝します、ありがとうございます。はい、そんな中なんですけれども、まあ、結果の方をまずお伝えしますと、見てくださった方は分かると思うんですけど、前半0対2、うん、で、福岡さんリードで、後半の31分に相手選手のバックパスがちょっと強くなって、それをキーパーが弾いて、そのこぼれ球を野崎宏也選手が押し込んで2対1になります、うん、で、その後またちょっと失点してしまうんですけど、で、その直後また園田拓磨選手が中村健人選手のクロスを絶妙なトラップをして、相手を右手で押さえながら、体で押さえながら、利き足じゃない左足でグッと決めるというね、うん、はい、シュートを決めてくれて3対2になるのかな。で、その後すぐまた追加点を奪われて、うん、結局、トータル2対4で敗戦となってしまったんですけど、うん、まあ、こうやってエリートリーグっていうのは J1 のチームと、それから長崎さんとか琉球さん、J2、うん、そういうチームと対戦できるっていう上で、本当にいいゲームだなと思いながら見させてもらったんですけど、うん、まあ、ただ、それだけじゃなくていい部分っていうのは、うん、鹿児島ユナイテッド FC、今回ベンチに、前回もそうでしたけど、アカデミーの選手、うん、U18 に所属する選手が、3名、
登録しまして、まあ、1人は2種登録、小島林志郎選手といって、もうすでに2種登録してトップの試合も出れるっていう選手がいるんですけど、あと2人、小畠選手と佐藤選手、この2人が、まあ、右サイドバックとセンターバックをしてたんですけど、まあ、彼らも本当に能力が高くて、あと今の候補、こう登録されてる子、しかも僕はちょっと見れてないんですけど、物怖じしない、ビビらない、あのメンタル、すごいなと思いながら、いやー、本当にね、こういうアカデミーの選手にとっても成長の場にもなるし、その参加したアカデミーの選手を、なんていうんですか、に刺激を受けて、今、他の U18 の選手たちがまた成長していくと。すごいいろんな相乗効果でチームが盛り上がっていくんじゃないかなっていうリーグになってるんでね、本当にありがたい限りでした。そしてまた U18 の選手は初めて今回ねエリートリーグで公式専用のキリコダイヤモンド、ブルーの紺のユニフォームを、着させてもらって、トップチームの選手が着てるユニフォームを U18 のその選手たちは着てピッチに立ったと、まあ、それにもすごい意味があるのかなと思いながらですね、本当に実りあるゲームとなりました。トミさんどうですか。トミさんも一応会場にはね、衛生担当とかでいましたけど、そうですね、まあ、前日の試合プラスこのエリートリーグで、まあ、ほとんどの選手を皆さん、まあ、ネット越しにはなりますけど見れたんじゃないかなっていうので、すごい意味のある配信をしていただいて本当に感謝してます。皆さんもそういう気持ちだとは思いますけど、田野さんだったり小林さんにはすごい皆さん感謝してると思います。ありがとうございます。はい、そしてなんですけれども、これ一番の僕の喜び、感謝を伝えないといけないんだろうっていうのは、アビスパ福岡をはじめ J クラブの、鹿児島以外のサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。何がありがとうって、今回のエリートリーグも戦い勝負であったんですけど、僕の中で生配信の中でやっぱりチャンネル登録者数を増やすっていうのが非常に戦いでして、12月31日までに登録者数1万人いかない場合、田上とか応援リーダークビという、ノルマが課せられていますので、それを呼びかけたわけですよ。そしたらなんとね、視聴自体は1800人くらいが見てくれて、最高で大体見てくれてたんですけど、登録者、鹿児島の方は結構もう登録してくださって、他のサポーターの方々、特にアビスパ福岡のサポーターの方々が600名、素晴らしい、600名もチャンネル登録してくださいまして、なんと今7350まで行きました。始まる前が6820となったんですけど、ついに7000の大台に乗ったんで、来ました3000切りました。なので本当にありがたいなと。僕5人の子供がいますので、養っていかないといけないわけですよ。そうだね、あと2000、あと2600、50かな、2650人の登録が必要なんですけど、やっと見えてきました。ゴールが見えてきました。あと3ヶ月で、はい、2650人、なんとか頑張りたいなと思いますけど、なんか希望が見えたんでまた頑張れそうです。本当にアビスパ福岡をはじめ J リーグのサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。感謝、最大級の感謝、ありがとうございます。はいはい、以上ですね、はい、以上になります。はい、それではですね、今日もチャットを使ってのメッセージ大募集しておりますので、ぜひ、またメッセージの方すでに来てますけどください、よろしくお願いします。はい、それでは、振り返りを行っていきたいと思います。それでは9月25日土曜日に行われました明治安田生命 J3 リーグ第20節、FC 岐阜戦を一緒に振り返っていきたいと思うんですけれども、じゃあ現在のまず順位は、もう順位はいいね、順位は飛ばします、今現在7位まで上がりました、順位1つ上げまして、7位に上がりました、そしてメンバーは前節と変わらないメンバーで、戦うことになりました。サブの選手は、はい、ありがとうございます。サブの選手は、白坂選手、ウェズレー選手、須田森選手、田辺選手、竹本選手、この辺は変わらずで、島津選手が新たにまた入ってきましたね、そして貝沼選手も、メンバーに入ってきました、こういうメンバーで戦ったんですけど、この試合ですね、今もう見ての通り、クラブ史上初のサードユニフォームを着ての試合となりました、このユニフォームというのが岐阜と鹿児島の、姉妹県名約50周年を記念したユニフォーム、貝甲図がデザインされた、剣木と言われる貝甲図、はい、がデザインされたユニフォームとなっております。それではですね、映像とともに振り返っていきたいんですけど、こちらのコーナー行きましょう。勝利をしたということで、田辺隆の勝手に MVP 生電話ということで、はい、生電話をしていきたい。
たいと思います。ちょっとね、時間が押してるんでね、ちゃっちゃとかけていきたいと思います。ちゃっちゃと。でも、ちゃっちゃとと言いながらもちゃんと選びました。うん。まず一人目。誰？こちらの選手です。お願いします。はい。あ、すいません、おいリーダーの田上です。自己紹介をお願いします。はい、背番号19番山本俊介です。山本俊介です。いやいやいや、山ちゃん、今シーズン初の連勝がかかった FC 岐阜戦、どんな思いで戦いました？いや、ホームでしたし、まあ、鳥取戦いい形で勝てたんで、まあ、本当に連勝するために、強い覚悟で臨みました。ありがとうございます。そしてね、何よりもこれが聞きたい、 J 初ゴールの気持ち。 J 初ゴールおめでとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、なんか初ゴールとは分からないぐらいのね活躍でしたけど、初ゴールの気持ちと、あと結果それが決勝点となってチームを勝たせる得点となったわけなんですけど、ちょっとその感想というか振り返ってもらっていかがでしょうか？そうですね、まずその、まあ、シュートさんとアキがパス交換してる時にはもう、その自分に来るなっていうのは感じてましたし、はいはい、もう一発目だったんで、とりあえず振り抜こうと思って振り抜いたらもう本当に吸い込まれた感じだったんで、まあ、あの打った後はもう入ってくれっていう気持ちでした。なるほど。でもそういう気持ちがやっぱストライカーだなっていうところを感じますけれども、ただこの今こう華やかですごいスポットライトが当たる場所にいますけど、はい、出れない期間とかうまくいかない期間というのもあったわけじゃないですか。はい、はい、でもこうやって結果を出すまで、こう使ってもらえるまで、そういう期間ってどういうふうに過ごしたのかなっていうのをちょっと聞かせてもらいたくて。そうですね、なかなかそのフォワードができない時期というか、サイドハーフだったりサイドバックだったり、こう練習で違うポジションをやることも多かったんですけど、うんうん、本当に先輩方のサポートがすごくあったので、もうそれはシャキさんだったり、まあ、今移籍しましたけどジュンヤさんだったり、そういう人たちがこう声をかけてくれたっていうのは自分の中ですごく大きかったですね。いや、ありがとうございます。じゃあ、今後またね、試合は待ってくれず続いてきますけど、はい、今後の試合は俺のここを見てくれって、サポーターの皆さんにここを見てくれっていうポイントなんかありますか？やっぱり自分の特徴はポストプレーと、やっぱりそのゴールっていう部分なんで、そのチームが苦しい時にこう相手に出したら収めてくれるって思われるようになりたいですし、最後は自分がしっかり決めて勝てるようになりたいんで、そのゴール前の駆け引きっていう部分は見てほしいです。いやー、この間もね十分楽しませていただきましたけど、じゃあ何でも構いません、今ご視聴の皆さんに 何か何でもいいです、伝えたいことありますか？なければないでもいいです。いやー、まあでも本当に岐阜戦のあの雰囲気というか、4000人超えるお客さんが来てくれた中で決めたゴールっていうのは最高でしたし、まあ、また次節もホームですけど、また多くのサポーターが来てくれるのを僕たちも楽しみにしているので、また応援よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。じゃあ今ちょっと出てきましたけど、次節に向けて改めてこう何か、意気込みをお願いします。はい、まあ、連勝できましたけど、ここで終わりじゃないですし、次3連勝を目指して、絶対勝つので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上、山本選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。山ちゃん、ごめんね、ありがとう。またね。はい、はい、失礼します。はい、ということで山本選手でした。ありがとうございました。いや、いいね、すごいね。大卒1年目とは思えない、落ち着き、うん、J 初ゴールをね、そう、皆さん一緒に見れたっていうのはね、ね、貴重だね、本当貴重な、まあ、選手にとっても貴重だけどね、うんうん、その場に立ち会えたっていうのもね、非常に我々としてもね、そうそうそう、すごい貴重な経験をさせてもらいましたね、うん、嬉しいね、ありがとうございます。じゃあ2人目、はい、
もう2人目いっちゃいます。いっちゃう。この人には連絡してません。誰？出てからのお楽しみです。お願いします。紹介お願いします。13番大西翔吾です。合流間違えました、すいません、ごめんなさい。大西さん、こんにちは。はい、こんにちは。冷静ですね、さすがですね。お茶、お疲れ様でした。お疲れ様です、田野さんも。いやいや、本当にもう痺れたっていうか、俺ね、現役時代自分がしてた試合よりもなんか嬉しいこの気持ちを味わわせてもらった試合でしたよ。あ、そうですか。うん、いや、そう、本当そうだった。ホームで勝つってこんなに嬉しいのかって思わせてもらって、ありがとう。確かに久しぶりにね、勝ったんで、良かったですよね、本当。ねえ、そんな中、今シーズン初の連勝がかかった FC 岐阜戦、王ちゃんはどんな思いで戦いました？そうですね、気持ち的には、まあ、すみません、つまらんかもしれないですけど、まあ、いつもと変わらず、負けた次の試合、負けたとしても、じゃあ負けてただろう、負けてたとしても次の試合勝つって思って次の試合臨みますし、勝った試合の次も勝つって思って試合臨むんで、あんまりそういうところは変わらないですね。いやー、いいね。そういうメンタル面のブレがないっていうのは非常に、そういう選手がいてくれるっていうのは安心感はすごいあるね。そんな中で、でもさ、おーちゃん、失点ゼロでの得点1での1-0での勝ち、キーパーにとってはすごい、はい、誇らしい数字だと思うんですけど。1はすごい誇らしいというか、いいと思うんですけど、1はやっぱりもっと取りたいですね。こうヒヤヒヤじゃないですか、 1-0 って。だからキーパーがすごいって思うじゃん。なんかそれよりも 3-0 とか 4-0 でなんかこうリラックスしたい、リラックスしたいです。でもさ、なんだろう、この間の試合ってただ一方的に押しててチャンスがたくさん、うちだけがあってってわけじゃなくて、逆にピンチも結構あったわけで、はいはい、で何気なくキャッチしてるように見える、周りから見えるシュートだけど、やサッカーやってた俺らからしたら、はい、いや大丈夫か、あれ超危ねえみたいなシュートが飛んできてたんだけど、はいはい、何気なくキャッチしてたけど、あれってこうどういう準備があってこう止められるんだろう。どういう準備があって止められるのだろう。どういう準備をしてるの、あれ。だって結局みんな全部さ正面でキャッチしてる感じに見えちゃうんだけど、はい、そこには何か準備があるわけでしょ。やっぱそのシュートを打たれる前に、まあ、クロスだったりパスだったり、まあ、ドリブルだったりしてこうボールが動いてるじゃないですか、はいはい、それに対して自分もしっかりしたポジションを合わせるんですけど、うん、じゃあ本当にそのポジションが合ってるからといって止めれるわけじゃなくて、ポジションに立った上で次どこにでも動けるようなこう体の状態を作っとくことが大事なんですよね、うんうんうん、であまりにもこう低く構えすぎてるとこう重心は安定するけど、こう左右とか前後にはちょっと遅くなるじゃないですか、はいはいはい、でも逆にこう突っ立ってると逆にまたそれも遅いんで、うん、打たれた瞬間、右か左かとか、そのボールが来たところ分かった瞬間にすぐどこにでも動けるような体の状態を作っとくことですかね、一番大事なのは。ありがとう。で、俺が何が言いたいかって言ったら、みんなシュートが飛んできた時しかキーパーってなかなか見ないじゃん。はい。でもキーパーだけを例えばずっと見てた時に、止まってることってないんだよね、ほとんど。ずっと。そう、ちょっと、うん。うん、どうぞ。あ、なんもないです。続けてください。なんもないかい。ずっとさ、キーパーだけ見せてずっとステップ踏んでるの。だキーパーがたまに足つることあるじゃん、うん、なんでキーパーなのに足つるのって言われることもあるけど、キーパーってフィールドの選手以上にって言ったらあれだけど、ずっと動き続けてるステップ踏んで、うん、フィールドの選手変な話休む時間ってあるじゃん、うん、キーパーってないの、それがほとんど、うん、あとはお茶の声、最近もうほんと声が応援もないから聞こえるのよね、仲間を鼓舞する。ありがとうございます。はい、次続けてください。あと俺が聞きたいのは、
チームメイトである山本選手 J 初ゴールでしたけど、はい、王ちゃんからお祝いメッセージお願いします。そうですね、まあ、さっきも電話出てましたけど、うん、まあ、結構距離があった中しっかり思いっきり打つことによって、うん、まあ、相手の足に当たるっていう、こうイレギュラーな部分があったけど、やっぱその打つっていう判断をした、でそのパワーもボールにしっかり与えれたんでゴール方向に飛んでくれたんかなと思って、まあ、本人もなんかあの感動は一生忘れられないって言ってるし、まあ、でもまだスタートラインに立ったばかりって言ってるんで、これからもっと活躍してくれると思います。いやー嬉しい、俺が本人だったらめちゃくちゃ嬉しいな。おもちゃんにこんなこと言われた、ありがとう。おもちゃん代わりにありがとう代わりに、うん、でさ、おもちゃんここ最近ねファンが増えてきてるの、すごく大西ファンがユニフォームとか着てる人よく見るよ。いや今年ちょっと増えてきましたよね。僕自分で言うのもなんですけど、はい、感じてますよ。あのもう試合、ま、今回はそのフィールドが赤色やったんでまた別ですけど、うん、普段その紺のユニフォームの時にやっぱり赤いユニフォームって目立つじゃないですか。はいはいはい、はい、ま、それがあの全員僕とは限ってないのは分かってるんですけど、うん、ま、そんな中でもこうちらほらこう13着てるっていうのは、13の、ユニフォームを着てたり、あのタオル、フェイスタオルはいはいかな、それをこう掲げてるのも見てるんで。あ、やっぱ見てるんだ。あ、見ます。やっぱり自分のユニフォームとか自分のフェイスタオル掲げてくれる人には、うん、より手振りたいなと思ってますし。いやー優しさ、ね、だからやっぱり赤と赤色のユニとタオル見た時にまず何番か見たい、チェックしてますね確かにそこ重要だよ。でもやっぱりキーパー、うん、ね、もしは1番か31か13かしかない中で、31のユニフォーム着てる人はもちろん白が出てほしいやろうし、うん、まあ、その逆ももちろんあるんですけど、うんうんうん、まあ、だから複雑ですね。やっぱり手振るのは考えますよあ、そう、確認するまで振らないとかじゃないですけど、うん、いやいや、まあ、より振りたいっていう自分の番号を持ってる人には。なるほどね。じゃあ今見てる大西ファンの皆さん、あのぜひね、あの番号分かるように、うん、大西翔吾って分かるように掲げてあげてください。見てるってやっぱり良かった、嬉しい。そうですね、それは見たいですね、やっぱり嬉しいです。じゃああと最後の方になってきますけど、おっちゃんな、はい、何でも構いません。視聴者の皆さんに伝えたいこと何かありませんか。何でもいいです。何でもいい。そうですね、いや今年の12月31日までにその鹿児島の YouTube 登録者数1万人いかないと、はい、田野さん辞めるじゃないですかありがとう。やっぱり、まあまあ、はい、ね、男に二言はないやろうし、本当に辞めるんだろうなって僕はちょっと感じてるんですけど、それをやっぱ阻止しなあかんなとも思ってるんで。いや優しいな。やっぱりみんな友達一人誘ってこう登録するなりして、田野さんをぜひ残留させてあげたいなと思います。本当ですよ、ありがとうございます。おちゃん本当に、じゃあ最後おちゃん、はい、今見てる方々、今ね400名近い方が見ていただいてます。増えてきてますね、だんだん。いやいや、おちゃんが出るって言ったからもう増えてきたよ本当に。最初100とかやったのに、このチャンネル始めた時とか、ね、その頃から実はおちゃん見てくれてたの、すごくない。見てる時もあるし見てない時もあるしみたいな。見てたでいいじゃん。なんでよ。でも途中ちょっと見なくなった時期ありましたね。あったね、つまんないって俺に言ってきたもんね。はい、でもそこは感想をしっかり言わないと。いやだからそういうのがお茶なんですよ。あのいいことも悪いことも言ってくれる本当の仲間ですよね。ありがとう。じゃあ最後、ありがとうございます。今見てくださってる400名の方々に、お茶からメッセージを、次節に向けてメッセージをお願いします。今年やっとあの2連勝もできましたし、まあ、4、5ヶ月ぶりにあのホームで勝利を見せることができて、で次もホームで戦えるの でこの前もあのコロナ禍の中で4000人近く入ってくれるっていう、まあ、J3 の規模ではなかなかないサポーターの数と、あとなんですかね、手拍子の 音とか、そのすごい雰囲気を作ってくださってるんで、またぜひ次も一緒に
勝ち点3を目指して、頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで大西翔吾選手に来ていただきます。大西ちゃんありがとうね、本当に。はい、奈々さんもお疲れ様です。また次も頑張りましょうね、一緒に。そうですね、トミさんもまだ今度ご飯行きましょう。はい、大西ちゃんも怪我なく頑張ってください。はい、はい、ということで以上大西翔吾選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ヒット。まあ終わったからね、しょうがない。はい、ということで山本選手、大西翔吾選手に MVP 生電話させていただきました。ありがとうございました。ありがたいね。ありがたい、うん、今日はここで終わりたくないですよ。終わりたくない。本当のって言ったら二人に失礼になるけど、まあ、影の MVP が俺はいると思うんですよ。いる。もう一人出ます。もう一人影の MVP かかってくるか。いやいや、富永信じちゃったらここで喋るわ。いきます、お願いします。この方、もしもし。もしもし。自己紹介お願いします。はい、背番号8番牛の天拓です。おー、牛の天拓くん。いや、牛の天拓くん。はい、タク。いや、ごめん、タクだね。後ろはタクン。はい、タクです。ちょっとこのくだり終わんなくなるからやめよう。ツイッターね、見ました、試合の日の。ありがとうございます。ね、ユナイテッド地方っていうのをずっと我々やってきまして、後ろの選手が出なかったと、はい、ファンサポーターも悲しい思いをしてたんですけど、そんな中ね、はい、後ろはタク君の、思いと、はい、それから営業とかチームのスタッフの皆さんの思いがこうバチッと噛み合って、うん、いや、はい、出すならこの岐阜戦の前だろうと、うん、はい、でぜひ牛の天拓にもこの岐阜と鹿児島の姉妹県名役の記念ユニフォームを着てもらおうと、うん、はい、ということでツイッターでねメッセージを言ってもらいましたよね。いやー、ありがとうございます。あの時こう袖を通してさ、久々にユニフォームに、はい、でメッセージを言ったわけじゃん。どんな思いでこうあれ喋ってたんですか、思いとしては。いや、本当久々にユニフォーム着たんで、うん、なんかこのユニフォーム僕も着れると思ってなかったんで、いや本当なんかすごく嬉しかったですし、うん、本当買ってくれっていう気持ちがすごく高まりました。いや嬉しいな。てか俺喋るの本当久しぶりで、うん、嬉しい。いや久しぶりですね。元気ですか。元気です。よかった、おかげさまで。はい、はい、でね、スタジアムにも多く牛の天拓の、うん、この赤いユニフォームを着た人もいれば、はい、キリコ大根のタクにも、あとサポーター席に後ろはまたタクのおめようも持ってきて飾ってくれる人も謎に持ってたよね。はい、映ってました。いるのよ。いや、ありがたいですね、本当。本当にありがたい。そして試合勝ってね、はい、見てたでしょ試合。もちろんっす。どんな気持ちだった。いや、もう僕も白波にいましたね、あの素晴らしい。 いましたね。もうだからルーティンとしても試合の当日にもずっともう特に時報を上げてもらおうかなと思って、これから。いや、マジっすか。いや、でもそんな中、まあ、こうやってね、石永拓という男はこう人前で弱いところを見せない男なんですよ。いや、本当に。で、俺もトミさんもね、同じ怪我をしてるから、はい、気持ちも分かるし、はい、すごい。そうですよね。分かるんだけど、今はこう辛かったりとかすると思うんだけど、はい、リハビリってやっぱ辛くなる時間も来るじゃん。そうですね、はい、孤独だし、はい、今こう何をモチベーションに頑張れてるのかなと思って、それ聞きたいなと思って。いや、やっぱりそうですね、毎週やっぱこの試合を見て、やっぱ本当毎週のようにサッカーしたくなりますし、うん、まあでもやっぱりそこに戻るために今やんなきゃっていうふうに毎日自分を奮い立たせてやってます。強いね。俺サッカー見たくなかったもん、一時。いや、僕もそうなるかなと思ったんですけど、逆にサッカーめちゃめちゃ見ますね、今。うん、はい、すごい。でも俺は下手くそだから、はい、こういうできない期間でサッカーの試合めちゃくちゃ見て、逆に知識がたくさん入って、復活した時にイメージがたくさんあって、はい、何より活躍できたの。はい、そういうのことを聞いたら自分もやっぱ心強くなりますね。ね、で、今心強いって言ったけど、はい、心強いタックには仲間たちがいるじゃん。いや、ほんとそうっすね。ね、なんか、はい、なかなか普段恥ずかしくて言えないと思うんですけど、はい、
ぜひね、今戦ってる仲間たちに牛の浜僕の言葉で応援メッセージをもらえないかなと思って、はい、あ、ここでですか。ここで。なるほどですね。うん、多分選手も結構見てくれてると思う、これ。あ、本当ですか。うん、まあ、ショパゴさんは確実に見てくれてますもんね。見てる、ね、見てますもんね、確実に。お願いしてもいいですか。はい、はい、お願いします。この間の試合お疲れ様でした。とても感動しました。次も勝って、みんなで J2 の舞台に戻りましょう。お願いします。いやー、嬉しい。もう本当にもう俺が一番嬉しいかもしれない、これ。いや、ありがとう。元気な声をね、はい、聞けたのが何よりも嬉しい。いや、ありがとうございます、読んでもらえて。いやいや、で、あの、今選手にはメッセージ言ってもらったんですけど、はい、あとは待ってる人がいるじゃないですか、ファン、サポーターの皆さん。そうです ね、もちろんそうです。はい、帰りをずっと待ってるから。はい、そんなファン、サポーターの皆さんに、あの、後ろのタクの元気な声で、はい、メッセージをお願いしてもいいでしょうか。はい、はい、はい。いつも、試合を応援してくれてありがとうございます。この間のゲームも本当皆さんのおかげで、みんなが走ったと思います。僕も早く白波に戻れるようにリハビリを一日一日頑張るので、引き続き鹿児島になると応援よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。いや、ありがとうね、牛の浜くん。はい、ありがとうございます。いや、ということで牛の浜拓選手でした。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、トミさんのご飯行きましょう。トミさんだけご飯行きましょう。何なのお前ら。また適当に話しましょう。俺は牛の浜から読んでね。やってください。あ、やってくださいってね。まあまあいいや。ありがとう。お疲れ様でした。はい。はい。はい。牛の浜拓選手でした。何？なんでトミさんばっかだな、みんな。飯行きましょう、飯行きましょう。俺は。普段行かねえからな。普段行けないでしょ、俺も。家がちょっと遠いんだから、しないから。はい、ということで、今回 MVP、山本選手、そして大西選手、最後にね、影の MVP というか、支えてくれてる MVP、後ろは拓選手ということで、3名にご出演いただきました。ありがとうございました。これ結構皆さん痺れたんじゃない、ちょっと今日。うん、ね。本当に俺も痺れたぐらいだから。ね。はい。ちょっとあれだったね。もうハイライト見る？見ない？どうする？見ない。見ない。いや、一応見ておきましょう。はい、ということで、今の選手たちの言葉を踏まえながら、またハイライトちょっと一応振り返っていきましょう。お願いします。さあ、白波スタジアム2連勝がかかった、今年ね、初の連勝がかかった試合、これ赤のユニオンがね、ピッチを走るっていうのが、すごい、お客さんもね、たくさん来てくださってありがたかったね、はい、ということで、鹿児島に徹底して FC 岐阜スタートして、まさかの前半3分。今度ね、孝太郎くんのくさみのパス、これ簡単じゃないです。で、ダイレクト、ダイレクト、ここもダイレクトで、シュートもダイレクトと。なんとテンポのいい、ね、この運び崩し。これ中原シュート選手もうまいし、まず最初のね、藤原孝太郎選手のあのくさみのパス、縦パス。まあ、あれがスイッチとなって。で、その後のね、まあ簡単じゃないボールをこの浮いた。と秋山選手、中原選手、最後山本選手、もう王ちゃんも言ってましたけどね、よく振り抜いたなあそこでっていう、もう完全に相手は間に合ってないですから、後手後手になってダイレクトで綺麗に回したことによってテンポよくよう振り抜いたらゴール見てないですかね、これストライカーのあるあるですよね、感覚、もうゴールは感覚でボールをしっかり見て打つっていう、うわー嬉しそうだなあ、ハッタンの選手が超嬉しそう。で、これ、米澤選手の、ズドン、まあ、で、この後もちゃんと回収するあたりが、この今のユナイテッドの良さですよね。セカンドボールもしっかり回収できる。で、このフォーゲス選手、リーボール、またもう山本選手、うわー、惜しいなー。これはね、相手のパウロ選手かな、がしっかり、ブロックしました。このボールもね、前回同様、米澤選手が決めた時のようなボールのね、イメージが、なんか、よぎりましたけど。で、このシーン、川西選手うまいっすよね、打つかと思ったらパスっていう、でこれも王ちゃん、ビッグセーブ、これなんとなく止めてるように見えますけど、これステップ踏んでちゃんとポジション変えてますから、キーパーだけのカメラってあればいいのよな。本当にここでもうステップ変えてるんですよ。でここで変えて変えて今ニアに来て止める、あこれちょっと見えるね、ステップ踏んで、その最後プレジャンプしてね、どっちにも飛べるようにするっていう、
で、前半は1対0。このまま折り返します。で、後半スタートして、最初が、何分のシーンが出るかな？フルタイムで2回ぐらい見てるから。あ、これ相手のチャンスシーンでしたね。これも危なかった。これね、意外と難しいよね。ボールに回転もかかってるし、濡れてるし。ナイス、おちゃんです。この次のシーンの方が多分、危なかったと思う。あ、終わりましたね。俺はフルマッチで見てるから、ちょっと。でね、この終わった後の王ちゃんもですし、このね、秋山選手。この喜び、なんか8年ぐらいクラブにいたんじゃないかっていう選手ぐらいのこの喜びをしてくれて、もうチーム愛がね、溢れ出してますから、本当にありがたいなと思いながら、秋山選手、本当にいい選手だなって、岡本翔成選手もそうですけどね、去年いた。いやー、素晴らしい。で、スタメンで出た選手もそうですけど、サブでね、控えてた選手、ベテラン選手たちが、ずっと声を出して、何よりもだから、昨日もね、ライブ配信で言ったけど、あれ、白坂選手、うん、いい。あの選手はいい、うん。仲間が頑張れる声しか出さない。なんだろうね、本当に。なんかでも自分を見てる感じがして、うん、現役時代の、うん。すごいいいと思った。ありがとうございます。ということで以上、振り返りだったんですけど、次節はですね、10月の2日、土曜日19時キックオフで、白波スタジアム YSCC 横浜を迎えて、試合となります。はい、YSCC 横浜、富さん。鹿児島、相性としてはあまり良くない相手なんですけれども。っていうイメージありますよね。どうやったら勝てる？まあでも、ね、今回、自信を持って岐阜戦に臨んでたと思いますし、うんうん、それがプレーにも表れてたと思うんで、まあ、連勝とかっていうことよりも、まずこの試合に向かって、しっかり選手同士が自信を持ってプレーしてくれれば、おのずと結果はついてくると思いますし、まあ、YS さんも技術が高い選手が多いんで、お互いがそこで、まあ、1対1の部分だったり、技術の部分で上回れば、結果はしっかりついてくると思うんで、皆さんがしっかりスタジアムに来て、後押ししてくだされば、それですよ。はい。勝てると思います。はい、ありがとうございます、富さん。ということで以上、振り返りのコーナーでした。次節も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで時間も大押してきましたのでね、はい、巻きでいきたいと思いますけど、続きまして、グッズコーナーじゃあグッズのコーナーいきたいと思います。はい。じゃあ、富さんお願いします。はい、巻きます。巻かなくていいです。グッズ結構大事なんで。はい。前回から引き続き、はい、お伝えしております。 J リーグオンラインストアで、ただいまセール開始し、開催しておりますので、ぜひ皆さんそちらの方も、あ、いいよ小林さん、そのままで、うん、いいよいいよ、開催してますので、こちら月末30日までとなってますので、ぜひ皆さんオンラインストアの方に行っていただいてお買い求めください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてもうさっき出てましたが、本日よりお楽しみ袋、販売開始しております。内容としましては、2020シーズン選手着用ユニフォーム、上下セット、普段下の短パンとかって買えないんですけど、買えないね、上下セット、昨シーズンのものですね、選手が着用したものになります。ほら、そちらと、クラブのオフィシャルグッズのセット、はいはい、お楽しみ袋として本日販売開始しております。数量限定、はいはいはい、数が少ないので、いつまで残ってるか分かんないですけど、いつまで残ってるか分からないと、はい、一応販売期間としては30日までお予定しておりますが、はいはい、なくなり次第終了となりますので、なくなりますよ。今、ユナスを見ながらでもオンラインストアの方には行けると思いますので、ぜひ皆さん一度見に行っていただければと思います。お願いします。よろしくお願いします。そしてセールに関しては、はい、30日最終日ですね、はい、24時間限定セール、行います。出た24時間。はい、こちらもまた内容は追って告知させていただきますので、はい、また最終日まで目が離せませんので、ぜひ皆さんセールの方ご期待していただきながら見ていただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ご期待ください。はい、あとはもう一つまだありますよ、モバガチャ、はい、本日より新商品販売開始しております。今回缶バッジ、この缶バッジから、先ほど出てました秋山選手だったり島津選手、新加入選手ですね、とか、上野監督、上野監督も新しい新戦力として、はいはい、皆さん今回の商品から追加されていますので、うわー、これいいね、はい、ぜひ
皆さんモバガチャの方も覗いてみてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、以上グッズコーナーでした。はい、グッズコーナーでした。ありがとうございました。よろしくお願いします。さあ、モバガチャにタノさんは入ってない。タノさんはもう今後入ることはないでしょう。今後入ることはないでしょう、はい、ということで、はい、ありがとうございました。いやいや、さよならみたいに言うなお前。やめろやめろ。あと3ヶ月やめろって、はい、俺達成するから。いや、達成すれば全然問題ない。そうだね。はい、そうだ、はい、ということで、続きましてアカデミーコーナーで、エリートリーグでも、アカデミーの選手たちが活躍してくれましたけども、ね、今回は引き機会が増えましたね。ね、アカデミーね、本当に。はい、ということで今回 U15、はい、鹿児島の情報をお伝えしたいと思います。鹿児島ユナイテッド FC U15 が所属する鹿児島県チェストリーグの一部リーグ戦が行われました。はい、9月の23日木曜日ですね、SS アドバンスと対戦しまして、前半4対2、後半3対0、7対2での勝利となりました。素晴らしい。後半、多分前半失点して後半0で終われてる。やっぱ修正できたんでしょうね、おそらく。まあ、内容を見てないからね、なんとも言えませんけど、まあ、得点も取れて、最後0で終われたというの、はい。そして得点者、堀田選手が3点ハットトリック。はい、素晴らしい。そして川端選手、今藤選手、が2得点。そして坂口選手と。はい、なりました。そして9月26日、日曜日、FC 果実強豪ですね、と試合しまして、0対0、引き分けでの、引き分けで終わったということで。はい、前回多分 FC 果実には多分負けてましたもんね、ここでやっぱり修正して成長してきたんじゃないかなと、このね、ユースの活躍、アカデミーの活躍がやっぱりトップを押し上げていきますので、これからも皆さんの応援、僕は皆さんの活躍、僕は応援しますので、頑張ってくださいということで、以上アカデミー情報でした。ありがとうございました。頑張れ本当にアカデミーの皆さん、はい、続きまして今日モリモリですから、はい、ユダマルシェのコーナーです。ユダマルシェコーナー。ユダマルシェとは、鹿児島ユナイテッド FC のスタジアムグルメ、はい、はい、をのことを言います。今回、あれだ、川島君から、某川島名前、某川島君から、メッセージをいただいておりますので、はい、ご紹介させていただきますね。お願いします。ユナマルシェは先日の岐阜戦もたくさんの方にご来場いただきました。ありがとうございましたと。ありがとうございます。グルメイベントの岐阜コラボグルメの各店舗大好評。素晴らしい。はい、お惣菜のお店上野屋さんの店長さんは、店長さんから、はい、事前販売でもたくさんの注文が入り、ありがたかったです、考えたグルメがサポーターの皆さんに喜んでもらえたのが嬉しいです、と話していました。そして岐阜県の野菜を使用した豚汁を販売した道のカフェの店長さんは、気温が高かったから心配だったけど、本当に多くの方に来ていただきました、と話してくれましたと。ユナマルシェを楽しんでくださった皆様、本当にありがとうございましたと、いうことでした。ありがとうございます。はい、そしてなんですけれども、次節、はい、YSCC 横浜戦、10月2日ありますけれども、はい、グルメイベントやります。今回やります。やります。はい。はい、鹿児島といえば、10月も夏。違う。あ、違う。なんか物を言ってほしかった。あ、まあ、夏かもしれないけど。はい。はい、鹿児島といえば、チームワークじゃない。ボソッと言うな、大きなこと言ってくれ。さつまいもなんですね。おう、はい。そして、10月はさつまいもが旬の時期だと。おう、いうことで、今回、ユナマルシェは秋の鹿児島ユナマルシェさつまいも祭りもう一回言っていい、ユナマルシェは秋の鹿児島ユナマルシェさつまいも祭りということで、はい、さつまいもを使った、はい、品物が出てくるということで、開催させていただきます、さつまいもグルメを今回販売するということで、なんと、はい、なんとさつまいもグルメを、はい、この詳細はね、あの水曜日ぐらいに、うん、そうですね、あのホームページでまた出るんですけど、はい、そちらを見てください。皆さんチェックしてください。その前に、はい、このさつまいもグルメを購入した方の中から、はい、抽選で3名様に、はい、すごいよこれ、はい、見る、はい、じゃんさつまいもユニフォーム、すごくない？輪切りになった、輪切りになったさつまいもが、あのデザインされたユニフォーム、しかも J3 ちゃんと入ってる。こっちか、はい、ほら J 鹿児島ってちゃんと入ってる。え、待って、裏は全部芋、さつまいも、これが、このユナマルシェを、あのさつまいもグルメを食べてくださった購入した方の中から抽選で3名様に、はい、非売品です。これ完璧なる
だよね。が、見たことない。当たるということで。見たことない。すごくない？すごいね。これが3名様に抽選で当たります。うん。はい。あ、なるほど。さつまいもがこうギューっとなってって、島美人さんに集まってくるのね。そういうこと。うまい。さすが富さん。そういうこと。はい。これ、応募方法としては、この、さつまいもグルメを購入した方。がまず、権利を得られると。なるほど。はい、その中から抽選で3名、超非売品ということで、さつまいもユニ、ぜひ皆さんゲットしてください。すごい。詳細詳しくは、はい、ホームページの方に、おそらく水曜日ぐらいに、詳細が上がりますので、よろしくお願いします。で、ちなみに、さつまいもグルメを出してくださる店舗さんを、はい、店舗さんだけ紹介させてください。はい。まずいつもジャンボ餅でおなじみの、平田さん。はい。はい。そして、バザルバカフェさん。はい。あと、炭火桃焼き。D が火だいぶ強め。火強め。炭火桃焼きの KBS さん。うん、と、ピザモコネコさん。うん、それから、クーカフェさん。はい。この5店舗が、このさつまいもグルメを出しますということで。うん、すごい。この店舗でご購入いただいた方の中から、うん、抽選で。3名様に。3名様に、これ、すごいね。芋ね。芋ですよ。もう僕もなんか芋みたいに見えてきましたけどね。うんって、低い声でうんって言うな。じゃがいもな。じゃがいも、僕、芋の種類が違いましたね。うん、冷静に言われる。富さん、こんな感じなんだって。こんな感じ。ああ。こんな感じ。美味しそうだね。ね、めちゃくちゃ美味しそう。平田屋さん、KBS さん、今度子猫さん、うん、で、町カフェさん、うん、これがマザルバカフェ。マザルバカフェさん、クーカフェさん、混ざった。すごいし、美味しそうでしょ。なさどれ。俺食べると、あ、これでも、あ、でもこれかな、俺。ああ、ね。俺これだ。俺平田屋さんの食べたい。トミさんこれおしゃれな感じだからね。そうだね。和もあれば洋もあるみたいな。そう。うわぁ、楽しみだな。皆さんお楽しみに。ということで以上、はい、ユナマルシェコーナーでした。ありがとうございました。はい、ということで、まだありますよ。続きましてなんですけど、続きましては、お知らせをちょっとさせていただこうかな。お知らせ、はい、なんかお知らせ多いね。お知らせが、これ結構大事なお知らせ、ね、あ、そうなの。選手にも関わるお知らせ。あ、そう。クラブにも関わるお知らせ。あ、いきます。はい。こちらも負けられない戦いがありますと。おー。ハッシュタグもう一つのルヴァンカップということで、はいはい、毎年恒例の大人気企画、はい、大会特別協賛者山崎な、ビスケットさんの、ルヴァンプライムあるじゃないですか、うん、を、使いまして J リーグ各クラブによるレシピコンテスト、もう一つのルヴァンカップを今年も開催していますと、はい、毎年やってるね、はい、去年は中村健人選手と、三宅海斗選手がやってましたね、うん、はい、ということでこれ今回も行いました。で、このレシピコンテスト、今回はファンサポーターの投票で、うん、トップ5に入賞したレシピを料理研究家のリュウジさんに試食していただき、うん、美味しいレシピベスト5を発表しますと。おー、5位以内に入れば。入れたいね。入れたい。で、現在鹿児島順位は？ちなみに。18位。いけるよ。前回は22位。だよね。だから結構いい感じなんですよね。ね。全クラブだから。で、今ね、小林さんがちょうどそのホームページ、画面、うん、J リーグのその画面を出してくださってますけど、うん、こちらがね、各クラブ、考案されたレシピ。うん、で、鹿児島ユナイテッド FC は、うん、今ね、映ってるのがまさに、J 初ゴールを決めた山本選手。うん、今回山本選手、それから、キレ選手、浜口選手の3人が考案をしてくれて、うん、で、サイトではこちらのように動画も見れますので、うんうんうん、ぜひ作ってる様子とかはね、またツイッターでも載せましたもんね、うん、はい、なのでまたチェックしてもらえれば、うん、で、こういう形で動画も作ってる模様もね、動画として残してたり、こういう形で紹介もしてますので、うん、はい、動画はここまでということで、あとは皆さんぜひページに飛んでぜひ見てください。これ、うん、なんていう風に見れば飛べますか、このサイトに。もう一つのルヴァンカップでこのサイトに行けますね。うん、ですね。はい、ということなんで、で、投票の方法なんですけれども、今回ですね、投票方法がいくつかあります。うん、まず J リーグ公式ツイッターからの投票。ツイッター、はい。はい、ツイッター。そして、J リーグ公式 LINE からの投票。LINE、はい。あとは、J リーグ公式アプリ。アプリ。はい、クラブ J リーグというアプリ。はい。からの投票。はい。で、この3つからですね、投票ができますので、うん。ぜひ皆さん、この選手たちを応援してもらうのもそうですし、うん、鹿児島が5位以内になったらすごいことですから。うん、で、現在18位と、はい、いうことなんで、まだまだ上狙いますんでね。確かに。鹿児島の良さは、チームワークですということで、皆さんぜひこちらのルヴァンカップの方も、うん、もう一つのルヴァンカップぜひ応援よろしくお願いします。
この3名の選手が一生懸命考えてますから、はい、アプリと LINE からは毎日投票できるんで、そういうことです、そうそう、1回限りじゃないですよ、です、はい、ぜひ皆さん、1日までですね、1日まで、はい、投票しておりますので、17時まで、そうですね、投票期間だけ言っておきますね、はい、9月20日月曜日13時から10月1日金曜日17時まで、あと4日間投票期間ありますんで、はい、皆さんが毎日投票してくれたらこれもうとんでもないことになるんじゃないかと、うん、皆さんの力で、鹿児島ユナイテッド FC もう一つのルヴァンカップを押し上げてください、よろしくお願いしますということで、こちら負けられない戦いということでご紹介させていただきました、ありがとうございました。はい、ということで、次のコーナーいきます、はい、お待たせしました、カシャ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 おそらいものが届いたよのコーナーでということで、はい、今ね、4週連続お供え物が届いてます、ちなみに今多分アピスパの方も見てたりするかもしれないんで、あのご説明しますけど、お供え物っていうのはこの番組である日たまたま1回こう送られてきたわけですよ、たのさん、僕お地蔵さんみたいな感じだから、あのたのさんにお供え物ですみたいな感じでこう差し入れが来て、それをここでお供え物として紹介したらどんどん来るようになったと、だからもうあのクラブ職員でみんなでこうありがたくいただいたりとか、そういう意味でこう田野さんにじゃあお供え物持ってったらここで紹介してもらえるぞみたいな感じで、あのお供え物をホームゲームの時に渡してもらったりとか、あとは県外の方は郵送で送ってきたりとか前回はねあの FC 岐阜さんのカレーをいただきまして、ね、試合前に食べさせていただきましたけれども、品物お供え物って書いてある、そう品物名あの隠れにねお供え物って書いてあるの面白かったということで、今回お供え物お手紙等はなかったんですけれども、はい、スタジアムで、いただきました、こちらお菓子の詰め合わせ、はい、ね、いろいろ入ってるんですよ、トミさん、すごい、そしてですね、今なんか栗が旬の時期なのかな、うん、こちらもいただきました、はい、栗のお菓子が入ってる詰め合わせ、ありがとうございます、こういうのね全部ねクラブ職員とか、みんなでね美味しくいただいてますんで、ね、ありがとうございます、そして、これはこれも同じ方から、うん、すごい、機械島、鹿児島にはね、離島がたくさんありまして、機械島の黒糖、鹿児島自体黒糖っていうのが有名ですけど、うん、機械島で作られた黒糖が送られてきました、僕もね、同級生とか友達たくさんいますけど、本当にいい島なんですよ、機械島って、うん、昔、今ね、やっとできたんだけど、昔は信号が一つもなかったっていう、それぐらいこう、安全というか、そのなんていうの、安心安全な、で海までも走ってすぐ行けるようなとこだし、うん、島一周も多分自転車か走りか車かなんか忘れたけど1時間で回れるっていう、すごいね、すごいでしょ、ねえ本当にそんなね、あの自然の恵みを受けた、機械島の黒糖をいただきましてありがとうございます、今回お供え物をゆっくり紹介したかったけど、すごいね、最近詰め合わせセットが最近多い、すごく、ね、ありがた会場でね、いただくことも、そう、会場で田野さんに渡しててくださいって預けられてるものとかね、最近トミさんも増えてる、そう、トミさんも今回もね、僕にもいただいて、はい、あと1個ありました、こちら、じゃん、これはいつものように稲穂隊、稲穂隊の、はい、一番トップの方が来れないので、あの部下の方に、あの預かりましたって言って持ってきました、なんか稲穂隊は上下関係がしっかりしてるのかな言葉使いがなんかこう自衛隊みたいな感じ、自衛隊って言ったらおかしいか、昔の軍隊みたいな感じ、だから本当にあの皆さんちゃんといただきましたからね、はい、美味しくいただきたいと思います、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで以上お供え物届いたよのコーナーでした、その供え物の時に覗き込むのやめてもらっていいすごいなんか嫌な気持ちする、いやいや、ここへ入ったな、いや、ありがとうございますということで、今日のコーナーと言われるコーナーはここまで、はい、あとはね、皆さんのコメントと答えていきたいんですけど、はい、今日はコメントがすごく多そうですね、小林さんじゃあお願いしますね、シールで、最近コメント数がめちゃくちゃ多いせいか、うん、最初のコメントが全部消えちゃってるんですよ、うん、だから一番最初に送っていただいた方、一応僕ら始まる前に目は通してるんですけど、うん、そのコメント消えちゃってるんで、この途中からいきますね、あ、申し訳ない、田野さんが言った瞬間、直筆サインポストカードが届きましたよ、次回も期待してますよって、あ、そうだね、うん、ポストカードとか今、あ、ですやってます、あ、徳山大学卒の選手でも初ゴールです、あ、そうなんだ、徳山大卒の J リーガー初ゴール、ってこと、お、すごい、ね、っていうことは鹿児島の子供たちとか鹿児島の人たちに元気を与えているだけじゃなく、こうやって徳山大の後輩たちにも、うん、
うわぁ、夢を与えてる選手、素晴らしい山本選手、ナイスナイス、はい、徳山大学の選手も初ゴール読みましたね。素敵なゴールでした、ナイスゴール、うん、いやありがとうございます。山本選手、ナイスゴール、感謝。富さんが岐阜にいる時からまだ岐阜に残っている選手いますか？いません。いません。はい、スタッフは？スタッフは、います。今、いるの、はい、います。すごい。次、ドライブシュートってやつですか？あ、そうね。決めたゴールは、まあ足に当たってますけど、あれは振り抜いて当たって、ね、超えて落ちてったんで、ドライブシュートと言えるでしょう。はい。ナイスゴール。ということで、あら、画面が。あ、大丈夫か。よし。そしてあの先制ゴール見ていて痺れました。ワンタッチパスの連続からループシュートなかなかできません。あのパス効果も非常に素晴らしいね、うん、藤原幸太郎選手、中原選手、秋山選手、山本選手、山本選手おめでとうございます。前田大然選手も得点を目指して頑張ってください。俺って前田大然じゃねえしすげえぶっ込んでくるじゃん。ありがとうございます。連勝良かったです。次のホーム戦はおそらく、まん延防止が解除されて初の試合ですね、金曜日は休園してました、市の施設も、再開予定でなんとかユナイテッドフライデーです、仕事済ませて翌日はホーム戦センベロも楽しみにしてますと。連勝を祈願ということでありがとうございます、うん、タルサトミさんこんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いします。山本選手初ゴールおめでとうございます。これからも期待してます。ありがとうございます。野竹選手の、弟子ですもんね。あ、山本選手がね。てか、あの話聞けたのもよかったよね。ね、山本選手は、うん、こう出てない時に野竹選手に声かけてもらって頑張れた。うん、いい話だな、なんか泣ける初ゴールおめでとうございます。ありがとうって連続、連勝を続けていこうということでありがとうございます。山本選手、次も決めてください。パチパチパチ。山本選手、人気すごいな。うん、電話のとこかな。そうだね。今、超電話のとこ。10月を負けずに進んできた。山本選手、ありがとう。次も期待してますと。今日も皆さんいいね、いいねボタン押しましょう、うん、目指せ自己記録更新。ああなるほど、高評価ボタンね、うん、高評価ボタン、このいいねボタンついてるんですけど、うん、下にあれクリックしてもらうとピッてつくんで、うん、これ下のボタンはつけないでもらえたらありがたいなと思うんですけど、うん、絶対つける人いますね、そう言ったら。ありがとうございます。次がコロナの制限なければあの場合は入るよね。どうだろう、うん、どうなんだろうね、入るかな、うん、若いフレッシュな、風とベテランの風で昇格や、本当に今そういういい融合ができてると思います、うん、続きまして大西選手が多分電話の時かな、うん、大西選手、山本選手も次頑張ってください。ライオン、大ちゃんナイスセーブ。ライオンっていう人が増えてきてんだよな。大西ライオンのことでしょ、うん、大ちゃん怒るかもね、これ言ったらね。ライオン、うん、さすがシャケさん、純也さんです。伝説のポストからのフォゲッチも良かった。次節も俊介くん活躍です。あ、俊介くんっていうことは大ファンですね、この人。うん、おーちゃん、鹿児島の守護神待ってました。いつも神セーブありがたいです。正午ビッグズ、これおーちゃん絶対喜ぶから、うん、もう読んでると思う、すでに、うん、先に読んでる、先に読んでも配信切ってるかもしれない、もしかしたら、ナイスキーパー、ナイスクリーンシート、大西くん、娘が大西くんって言ってる、だって。嬉しいね。俺だったら嬉しい、選手だったら。大西選手、ナイスセーブ。黄色の13番着てきたので、より嬉しかったです。ああ、応援、ね、この人も勝ってくれたんだよ、ほら、うん。ありがとうございます。2試合連続クリーンシート。黄色13で参戦しました、うん、クリーンシートおめでとう。これやっぱり、大西選手の日本来てた方は嬉しかったかもね。ね、うん。ありがとうございます。MVP は大西選手、間違いない。ベテランの支えがあって若手も輝いた試合だったんだなと思いました、うん、後半戦、江藤選手の足がつった時に八幡田選手と柏木選手が解放しているシーンも、サッカーっていいなという気持ちになりました、うん、ね、岐阜の選手も本当に素晴らしかった、うん、柏木選手も本当にすごいところを経験している選手ではあるけど、そうだ、あえてな、相手でも助けてあげるような思いやり、うん、いい選手。そして14番の寺田選手、僕同級生なんですけど、うん、あの選手、交代した後、交代したらあっとかいう選手多いけど、うん、ユニフォーム脱いで、うん、ボールボーイ一人一人に、うん、ありがとうねってこう多分声をかけて、うん、退場していかれたんですよ、ベンチに帰っていかれた。本田拓也選手、寺田本田拓也選手、そう、本田選手も本当によく分かったね、今ので。はい、ということで本田拓也選手本当に良かった、いい人だった。風が強くて大変そうだった、特に風下の後半、もっと取れるはず。おちゃんが多分喋ってるところでしょうね、これ、うん、
たくさんナイスプレー最高でした。スタジアムで見れて本当に嬉しかった。J3 最高の GK だ。うん、わあ、僕でも全王ちゃんとか、まあ今のキーパーたちは本当に J2 でも通用するんじゃないかと思ってますけどね。うん、相手の決定4回くらいあったのに全部止めたのは痺れた。次も頼みますと。うん、後半逆風でのパントキックは、意図があったのだったのか聞きたい。ああ、確かにそれ聞けばよかったの。でも、キック1回ショートバンドのパントキックに変えたんですよ。風に乗せるために回転をかけて。さすがだなと思いながら。で、高いボールはさ、ああいう風あるときさ、相手ディフェンダーだったらもう競りにくいじゃん。嫌だよね。だから考えて蹴ってましたよね、おそらくお茶は。GK は破られたら得点なだけに、責任は計り知れないだろうな。どんな相手にも迷わず飛び込む姿、してたまらない。また、何これ、なんて読むの？これ見えてない。まあ、読めません。すいません。次、キーパー3人の競い合いも好調の、要因なんじゃないでしょうか。どうですか？そうですね、3人ともいいですから、鹿児島のあれは、キーパーは。うん、おーちゃん、低くて伸びるボールはすごいと思いました。確かに蹴り分けてましたからね。44分のセーブ、最高でした。声ももちろんだって、うん。皆さんめっちゃ見てくれてるじゃん、おーちゃんのこと。嬉しい。で、ここでわーっとお茶の声がね、続いてまして、もう多分お茶読んでると思うんで、ちょっとだけ飛ばしますよ。うん、正直13番のユニフォームばっかりです。だって、俺もだから言った。さっきそう言いたかった。多かった。この試合で何回お茶にありがとうを言いたかったかわかりません。本当にありがとう。俺もお茶のユニフォーム買った。あ、買ったんだ。すごーい。ありがとうございます。これ千葉から見てらっしゃる方だよ。柏からいつも。うん、出先から失礼します。新潟から見ております。あ、中野さん来ました。おかえりなさい。おかえりなさいって。中野さんだっけ？中野さんって言うから。ありがとうございます。確かにキーパーはステップを踏まないといけないですよね。今息子のポジションがキーパーなのでアドバイスしてほしいです。次からの電話するときは選手から子供たちにポジションのアドバイスをしてほしいです。田中さんお願いします。なるほどね。はい、それ行きましょう。今度から。はい、わ、はい、かりました。1分に、俊介がでかいパウロンを腰で吹っ飛ばしたのを見て気合い感じました。パワロン選手大きいですからね。オッケーオッケー、田野さん見れるところまで来た。あ、来た。もうちょっと行って。はい、そのためフェイスタオル、いつもタオルに気づいてもらえてないので頑張ります。あ、だってもっと掲げてください。13とか大西とか見えたら気づきますね。お願いします。中村さんだってここでちょっともう喋り出すのやめてくださいね。大西選手ありがとう。あ、お、400人おめでとう、ね、さっき400名の方見ていただいてたんですね。確かに選手の皆さんから、見えるのがわかります。だから応援しなきゃ、ちゃんとが今できないから、拍手はフェイスタオルで応援するということで、うん、ありがとうございます。翔吾くん厳しいね。コメントのところでさっきのね、うん。途中から来た方はまたアーカイブ出ますんで、よかったらそちらから見てください。うん、簡単にはやめさせませんよ、太郎さん。わぁ、嬉しいね。ありがとうございます。おーちゃんナイスキーパー炸裂でしたね。おーちゃんの男気泣ける嬉しい、うん、優しい、素晴らしいと。うん、400人見てるんですね、うん、嬉しい、ありがとうございます。しげもんさん、あんまり見ない感じするから、もしかしたら、あ、熊本っぽくね、くまもんに書いてしげもん、しげまつさんとかってしげもんとかね。はい大西さん、2試合連続クリーンシート心配ないさ。でもそれライオンの方ね、だからライオンと呼ばれてるんですけどね。はい、おーちゃん優しすぎ。優しいよね。よく知ってるからのメッセージ。そうだね、うん、僕にくれた多分メッセージのことだと思います。やっぱはみんなをまとめる役目なので、息子も見習ってほしいです。いや、いいね。次の YS さんは昨年ホームでやられてますからね。絶対やり返しましょう。マジでそれあります。大西選手のキックとフォームとボールの軌道が大好きですと。うん、これより嬉しいはず。うん、ありがとうございました。はい。おーちゃんありがとう。大西選手すごいプレーに対していろいろ喋ってくれて感謝ですね。うん、本当だよね。うん、大西選手ありがとう。これからも鹿児島の守護神として頼みます。仕事遅くなりました、うん、こんばんは。おーちゃん、次の試合もクリーンシートお願いします。そして開口図の 赤い24のユニ、縁起がいいので今後も来たいですが、あ、どうぞね、それは来てもらって、はい、なんか次も玄関で来てくれっていう方はたくさんいらっしゃるみたいなんで、はい、もうそこは皆さん変わられた方の自由なんで、うん、はい、よろしくお願いします。配信始まってから登録者数10名増え、本当にやったー、ありがとう。そしてグッドボタンもね、かなり伸びた。そうですね、もっともっと押してください、グッドボタン。皆さん見てる方押してください。はい、お願いします。タオルを見つけて手を振っていただけると掲げてる方も本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。秋山選手が手を振ってくれた、わー、我が子が喜んでました。ねえ、嬉しいね。だからもう この辺見たら自分に振ってくれてると思っちゃえばもうラッキーですよ、それは。そこからタオさん3人目誰かレイ君かな、やったもう一人吉岡コーチこの人は多分吉岡コーチって言った方は絶対にあの YouTube 見てくれる、ピックアッププレイ見てくれる。
ありがとうございます。3人目、米沢選手、王ちゃん優しいようで、男に二言はないので、デック着させましたね。お、アディショナル。タワさん、やめさすわけにいかないって。てか、やめさせたらあかんでしょ。いや、ありがとうございます。タオルに気づいて手を振ってくれて嬉しいよね。うわぁ、こっからもう、後ろはパーティーですよ。タクル、タクシャー、タクル、うわぁ、ね、ってもう、タク祭りですよ、ほんとに。うん、いやー嬉しいね、後ろ浜、後ろ浜選手、おーって、ほら、やっぱみんなね、欲してたんですよ、後ろ浜、タックを、うん。ありがとうございます。うわー、いいね、泣くのを泣いてるのを、タクちゃん来てあげる、あー、タクちゃん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 パーティーだ。うん、赤の鉢、ベンチにありましたねって、ほら、うん、でもそうなんです、今のユナイテッド、そういうとこもいいよね。ね、怪我して、今、タクちゃん、ね、ベンチにも入れないから、タクちゃんのユニフォームをベンチにも飾ってあると。それを見てみんなが、俺今足つりそう、苦しいけど頑張んなきゃって思って走れるわけですよ、うん、うわ、すげえ書き込みだって、うん、すごいね、ほとんどタクのことにねえ、ユナジー4出演してくれて嬉しかった、本当に出てくれてありがとう。伊沢くんの8位に、そう、谷口伊沢くん福利だろ、そう、彼も初めて、トミさんと一緒、そう、初めてユニフォームを買ったって、選手の、そう、それがタクちゃん、なんでかって言ったら今こうやって怪我で出れないから、うん、リハビリ頑張ってるから復活を期待してるから、タクちゃんのユニフォーム着て応援するってリモートで応援してくれてました、ありがとう。はい、タクちゃんの声が聞けて思わずうるうる、そうだよね、いないよ、ありがとう。昨日タクちゃんの、牛の浜会見てたって、そうね、見た牛いるよね、うん、あれ伸びてってんの地味に、まあ、7、8千回行きましたからあれ、あの動画、ありがとうございます、うん、ポストカード届きました、ありがとうございます、うん、たくさん牛、背番号8の介護水量も来たサポさん、うん、多かったですよってです、ね、広島から応援してます、ありがとうございます、ありがとうございます。チャットが、混乱しまくり、さすが牛牛のコメントやばくないこれ、すごいね、うん、タクと共に元気そうでよかった、いや、ありがとうございます、うん、本当にこっちが涙出てきそう、本当に、うん、ちょっとね、うん、来ますね、これはね、ありがとうございます、タクありがとう、たくさん待っとるよ、うん、昇格にはタクの力が必要ですよ、早く帰ってきて、牛の浜タク選手の、キーホルダーを毎試合身につけて試合に行ってます、待ってます、タクと共にだって、うん、これ俺読み続けてたら多分涙出てくる、うん、ダメだ、一緒に見ているサポさんが牛推し、岐阜戦も背番号8のサードユニフォーム着てましたよ、タクと共に J2 行くぞ、いつもタクと共に戦ってる、400超え、ありがとうございます、本当に、タクちゃん J2 で待ってる、牛早く帰ってきて、鹿児島のさ、チームワーク、レギュラーもサブもベンチ外もリハビリ中の選手もスタッフも、サポーターもスポンサーもみんなで、チームワークだと、ありがとうございます、うん、J2 の舞台で復帰を、これをモチベーションの一つにしてほしい、俺もお願いします、うん、神回だと、こう言ってくれるのは嬉しいね、こっち企画してるこっち側からすれば、企画してるかどうかも分かんないけど、もういつも俺は行き当たりばったりでこういろいろやってるから、うん、絶対に昇格する、共に J2 戻ろう、焦らずリハビリ頑張ってください、牛くんと一緒に J2 帰ろうと、うん、J2 の舞台へ、伊沢さんもタク選手の入りだったもんね、泣いてるサポさんもいるだろう、うん、一緒に J2 に、うん、電話込め感謝、うん、力もらってありがとう、うん、待ってます、 J2 戦いましょう、うん、そろそろトミさん変わってください、はい、みんなタクちゃん大好き、はい、しっかり怪我をして来年 J2 で暴れようぜ、はい、ありがとうございました、また防衛を応援するさ、タクちゃん待ってるよ、ね、トミさんも復活した天皇杯で怪我した時ショックだったろうな、うん、と牛の浜選手の話を聞いていて今思い出しました、うん、牛の浜会待ってますって、ああね、またやりましょう、ね、コロナが落ち着いたら牛の浜会また撮って送ります、ね、いろいろ話聞けたらね、そうそう、いいよね、ありがとう、牛の浜選手泣けます、リハビリ頑張って帰ってきてください、待ってます、はい、来シーズン J2 で戦いましょう、本当そうだよ、神回ありがとうございます、いやいやこちらこそ、見せてください、試合前スターティングラインナップ前に流れる動画を公式 YouTube に上げてほしいです、一回切るのはもったいない、愛知のギフサポです、あ、いつもの方ですね、ありがとうございます、川島さん強かった、ギフ公式のダゾーン副音声ライブ配信で中原選手は本当にいい選手と難波弘明選手アンバサダーが何度も口にしましたよ、うんうん、難波選手ですね、もともとね、難波さん知ってるもんね、一緒にやってるもんね、プレーもね、ギフの時ね、やってないですよ、あ、やってないんだ、あ、なんで勝手に言ったの、本当にやってないですよ、え、なんちゃんなんちゃん、あ、シュートか、中原、あ、田中シュート君が一緒にやってるかな、あ、そうだそうだ、我々大学の時戦ってます、あ、そういうことか、はい、難波選手に、この難波選手はもうギフのね、うん、レジェンドですから、そうっすよ、そういう方に負けないように、いや、俺はもうレジェンドだと思ってないですけど、ありがとうございます、嬉しいね、うん、山田君と梶上選手仲良し、俺も初めて知った、この間入場の時喋ってたから、うん、ね、仲いいんだろうね、田中さん、富さん、小川さん、こんばんは、
ば。岐阜戦は選手たちの絶対に勝つという気迫がスタンドまで伝わってきました。私が選ぶ MVP は、はい、驚異のスタミナで攻守ともにハードワークを続けて米澤選手、うん、初めてサインをもらった選手が米澤選手だったこともあり、以降ずっと推していますが、年々素晴らしい選手になっていくなと思いました。責任感はしました彼は、うん、最近コメントとかこう立ち振る舞い見てると、うん、後輩も増えてきて、うん、すごい自分が引っ張るっていうのはプレーもだし、うん、プレー外のところもすごいあの責任感を感じます、うん、はい、頑張れレイここ柏木選手と山井選手が何か話してて何だったのかなと思った、あの喋ったのね。今度アフレコ入れますね、イサオトールで何喋ってたかいや、何度見てもすげえゴールだ、うん、2022シーズン、J2 の開幕戦、鹿児島にユニフォームを着てピッチを駆け抜ける後ろ浜拓を見たい、うん、芝火の進むゴール、うん、確かに、うん、この間のゴールね、うん、何回見てもいいもんね。あのスペースに出す広木選手よって、え、本当にあのパスとかも優しさ思いやりしかない、うん、ランナさん、選手紹介映像は公式ツイッターで上がってます。まずは中村選手まで、うん、今日上がってましたね、うん、柏木選手、山田選手、何し話したの、みんな気になるのか、ちょっと今度聞いてみようね、うん、聞けたら、ね、秋山君のラスパスのエグさよ、うん、現地観戦した、実家の両親も大喜びでした、うん、勝利ありがとうございました、ありがとうございます、うん、新潟さん、秋山ありがとうございます秋山選手つけましょうか、ね、はい、山田選手の先制点、相手の足に当たって入ったのかと思ってたら当たってないんですね。ドライブ回転えげつない。当たってますね。あ、ちょっと当たってましたね。ちょっと当たってドライブかかりましたけど、うん、当たってなくても多分入ってましたね、うん、はい、秋山選手、小池選手、山本選手と試合ごとにヒーローが生まれるのがいい流れですね。そう、今だって、いや鳥取戦 J 初ゴール、うん、この岐阜戦も J 初ゴール、うん、次はどの J 初ゴールもしくは J2 ゴール目が生まれるのかってね、うん、いろんな選手がゴール取れるのね。ね、いいチームである証拠だからね、うん、ありがとうございます。高評価率すごいね、今日高評価もう200超えてる、すごい、ありがとうございます。これ300いきたいね、うん、見てる人375人いますから、うん、高評価300いったら俺もう泣いちゃうかもしれない、お願いします。はい、最後のシーンでコーナーでボールキープしてた時に一瞬の隙をついて追加点を取りに行こうとした攻撃陣、あっぱれです。で、最後島津選手がね、うん、左足グーンって振り抜いて俺角度的に入ったんじゃないかと思ったけど、うん、あの貪欲さでもいいかもね。うん、ありがとうございます。新潟さんに感謝が続きます。新潟さんに感謝、秋山さんをね、今、こちらに、派遣してくれてますから、うん。はい、ありがとうございます、本当に。うん、王ちゃんの小さなガッツポーズね。最後、試合終了の時にね、そう。ちょっとこう、キュッて、ね。王ちゃんらしいよね。うん。そして、秋山選手の喜び方がね、もう、さっきも言いましたけど、うん、8年ぐらい在籍してるぐらいの選手の勝った時の喜びぐらいでしたよね。はい。33分のポゲチ選手のニアのクロスに山本選手が刺し、はい、うん、その少し前に同じような場面でポゲチがニアに同じようなクロスを入れてキーパーにキャッチされてました。あれはここに走り込むよっていうメッセージだったんですかね。それもあるかもしれないですね、うん、かもしくはポゲチはまたここに上げてくるだろうって山本選手が読んであそこに入っていったかっていう、うんうん、お互いの暗雲の呼吸みたいなのがあったんじゃないでしょうかね。コウタロ選手見たらとっとこコウタロが頭が上がるあれね、何を言ってたか皆さんすごい気になると思いますけど、伊沢さんにご想像にお任せします、ね、はい、あ、わかんない方はぜひ公式 YouTube の、ピックアッププレイの一番今最新のところを見てもらえれば、あのとっとこ走るよコウタロウっていうワードが出てきますんで、うん、はい、ぜひお楽しみに、ね、はい、リブライズ&ユナイテッドのダブルヘッダー、ダブルヘッダー次ですね。あ、ありがとうございます。見に行ってくださるんだ、うん、横浜に弱いんだよな。そう、勝ちましょう。でも、はい、次で勝ちましょう。はい、お願いします、はい、秋山選手やっぱり安定してますね。小生といい、うん、秋山といい、安心と信頼の新潟ブランドですね確かに、はい、ありがとうございます。さあ次に切り替えましょう。毎試合決勝戦のつもりで、うん、新潟さんも昇格もう一息、ゲバイヤンセ、ゲバイヤンセ、ありがとうございます。長坂選手のユニフォームとフェイスタオルを持って応援しました、はい、フェイスタオルを見て気がついたようで選手たちもスタンドが見えるの分かりますね。うん、だから、うん、見えるって言ってくれてたからね、うん、どんどん皆さん掲げてください。はい、田野さん、富さん、こんばんは。こんばんは。勝利おめでとう、ありがとう。ありがとうございます。今回は前回の試合と違ってベンチからの声がスタンドまで響き渡ってましたよ、うん、これです、これです、これ魂の声です。白坂選手とかですね。はいはい、そういえば吉岡コーチのゲーフラを掲げている方がいらっしゃいましたあの次回のピックアッププレーちょっとお楽しみにしててもらえたらありがたいです。早速お楽しみ袋買いました。お、ありがとうございます。え、さっき紹介したの。はい、うわー嬉しい、ありがとうございます。数に限りあります。はい、数限りあります。皆さん GO です。 GO です。はい、試合終了のホイッスルが鳴った瞬間涙が出ました、うん、最後まで走り抜いて、最後まで守り抜いて、サポーターだけでなく最後までみんなで応援して、もうなんだろう、ユナイテッドに関わる人すべてが最高すぎる。いや、ありがたいね。うん、
ありがとうございます。YSCC とは5勝2敗のようです。ですが、うん、大事なところでやられてる感じですね。次節は絶対勝利でいきたいですね。今のいい雰囲気で勝ちましょう。そうね、うん、今のユナイテッドを出せれば俺は問題ないと思います。ユースケン夫婦がユナイクータオル掲げたら気づいたようで、ユナイクもちゃんと見てるんですね。クーはめちゃくちゃ見てる。下手したら選手より見てるから、うん、クーは繊細な子だからね、ちゃんと探してね、うん、ファンを大事にしますよ。はい。秋山君は塚本修太コーチと高校では被ってるんですか。ちょっと分かんないな、聞いてみよう。被ってないよね、多分ね。被ってんじゃない。ありえる。ね、ありえるかもね。ちょっと今分かんないですね、すいません。でも被ってる可能性あります。トラナポさん、近々、近々は部が悪いですよ。あ、そうね、部が悪いけど、うん、まあどうだろう。まあ、その年によって分かんないしね、選手も入れ替わるから。はい。来週からキリで練習場での練習が始まりますが、よろしければ練習初日の様子を配信で見たいです。練習後の様子でもいいので。なるほど、検討だけします。はい、はい、山本選手 J 初ゴールおめでとうございます。おめでとうございます。試合終了のホイッスルになった瞬間、今までの感情がいろいろ込み上げてきて泣いてしまいました。5ヶ月ぶりの勝利ありがとうございました、うん、俺も泣きました。一緒ですね、はい、うん、はい、試合終了の瞬間一緒に見ていたサポさんが号泣してました。他にも、泣いていたサポさんを多く見かけました。久しぶりのホームの戦の勝利、うん、本当に嬉しかった、うん、だって宮崎戦以来だから おそらく5ヶ月ぶりの勝利、うん、これまでもそんななかったので、うん、すごい多分いろんな思いが皆さんあったんじゃないでしょう。本当にお待たせしました。ありがとうございます。トイさん。はい。鹿児島といえば人の良さ。よし。勝手に関係させな。はい。ユナマルシェのコーナーね。食べ物の時ね。辛いも祭り。辛いも10月も夏いいですね。辛いもかも。次のユナマルシェはさつまいも、さつまいも祭りですということで。はい。さつまいもなんですね。はい。辛いもはさつまいもです。欲しいってユニフォーム。これは欲しいかもしれない。さつまいも3枚限定。ユニフォーム欲しい。非売品ですか。辛いもユニ欲しい。ね。芋ユニ、これはいいものだ。おー、これはちょっとかけてきました。親父ギャグですね。でもこれ着てたら目立ちますからね。すごすぎて一瞬トミさんが鹿児島なまりになった。トミさんたまになまりますからね、すごいと思った時。これすげえ欲しい。辛いもユニフォーム、辛いもユニフォームって名前になったんだね。いやいや、辛いもユニフォームではないんだけどね、うん、さつまいもユニなんだけどね。芋ユニね。芋ユニ、芋ユニ、すごいの作りましたね、はい、辛いもユニ欲しいけど沖縄ね、出た、欲しい欲しい。芋好きにはたまらん。フットブレインちょっと映ってたデザイン、映ってたのかもしれない、うん、分かんない、うん、まさかの輪切りなんだって、ね、斬新だよ ね芋を普通映してたけど輪切りにしてるからね。これがデザイナーのこだわりですよ、ね、これはユナマルシェ売り切れ不可避ね。本当にこのさつまいもユニってフットブレインですと、試作段階のデザインですかね、うん、どうなんでしょう。もうそこはもう僕は聞かなかったことにしておきますね。芋ユニやばい、欲しいな。芋、辛い芋ユニ、結構欲しいんだね。3万円でも買うぜだって。ですって池田さん、3万円でも買うそうです。はい。要検討ですね。要検討。すぐに実物にできる、オリジナルブランドの強さ。うん、確かに、これはね、オリジナルブランドの実現そう。アングアのプヨス、強さ。プヨス強さ。はい。もう神々だな、うん。すごく素人な質問で申し訳ないんですが、はい、ディフェンス、ミッドフィルダー、フォワード、もっと細かく、サイドバック、センターバック、ボランチなどポジションがあるじゃないですか、うん、それって小さい頃に自分がなりたいって決めるもんなんですか、それとも監督がそれぞれの選手の特徴を見て割り当てていくものなんですか、うん、トミさんどうでした。ちっちゃい時は、ちっちゃい時はフォワードですね。フォワード、僕もフォワードでした。はい、はい、僕、あ、トミさんの場合言ってるじゃん。最終的にサイドバックやった、こう経緯、簡単に。あー、フォワード、ちっちゃい頃は自分がやりたくて始めて、うん、まあ、そこからは中学校、高校と、まあ、監督の意向もあってフォワードをずっと続けてて、うん、大学の2年生までフォワード、そこからボランチ、サイドバックって降りてて、まあ、プロでサイドバックでしたね。なるほどね、うん、私は、フォワードをやりたくて、点を取るのはやっぱかっこいいじゃん、うん、だからフォワードやりたいって言ってやらせてもらって、ずっと小中高、高校の途中までフォワードやらせてもらって、うん、高校の時に身長ちっちゃい、足が遅い、体力ないってことで、うん、お前フォワード無理だって言われて、うん、じゃあ今一番空いてるサイドバックやれって言われて、サイドバックで、左サイドバックが空いてたから、そこやったら、そこからグッと開花して、で、サイドバックの職人になろうと思って、そこからサイドバックをやらせてもらってる。だからやりたくてやってるっていうよりかは、コンバートされて、じゃあそこでやってやろうっていう感じで、そこでこう、貫いてやってきたみたいな感じじゃないですかね。でも、田中さん大学の時ポジションなかったよね。あ、大学の時は、こう、小中高フォワードやってたおかげで、いろんなポジションこう、やっぱできるようになってて。大学はセンターバック、ボランチ、フォワード、トップ下、サイドハーフ、サイドバック、うん、全部やってた。だって俺、ポジション頼むよ。いや、そう、俺が今言おうとしたそれ。ポジション頼む。そう、マジでどこにでもいて。最初は左サイドハーフでスタートするんだけど、最終的にも
構いろんなところで動いてるから。いやそう、相手がマークにつきづらいっていう。そう、本当に捕まえれなくて。そうだったんですよ。本当に嫌いだったもんね。嫌いだったんだ。あ、そう、プレイヤーだ。そうそうそう、プレイヤー、相手として、相手として。そう、でもだからなんて言うんだろう、ちゃんとしたチームに行くと、プロとかに行くと、いろんなとこ行っちゃうと、みんなの連携が崩れるから、めっちゃ怒られて使われなくなる。あの大学のあのチームだったからできたよね。そう、大学の自由なチームだったからできたっていうね。ポジション頼むというね。はい、ありがとうございます。いや、さつまいもユニフォーム、確かに J リーグ史上最高の超レアものユニフォームだよ。すごいよってこれ。すごいよ、当たった人すごいよね。当たった人マジですごいと思う。ね、めっちゃ買う人増えそう。ね。さつまいもシリーズ。うん、ありがとうございます。ユダバルシ、ぜひ買ってもらえれば、あの、権利を得られますから、ね。お願いします。幻のユニフォームとしてレアになるかも。ギリコダイヤモンドが、輪切りさつまいも。ありがとうございます。上位の尻尾が見えてきましたね、うん。最後まで諦めずに頑張ってほしいです、うん。ありがとうございます。二人でメニュー見ながらイチャイチャすな。いやー、本当にメニューがあったんですよ、さっき。でも本当に美味しそうだった。フォースユニ。フォースユニだ。もう一つのルヴァンカップ、ナビスコは、危ねえ。あ、そうだ、だからすいません。言っちゃいけないやつ言っちゃいました。毎日ポチッと投票して、あ、してくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう。今、ルヴァンですからね。申し訳ない。すいませんでした。長崎さんが、むちゃくちゃ強いけど、負けたくない。うん、頑張ります。長崎さん強いのね。うん、もう一つのルヴァンカップ、毎日投票してるよ。お、ありがとうございます。いや、むしろこっちが本当のルヴァンカップ。うん。美味しぴー。イェーイ、ありがとうございます。タルさん、トミさん、小林さん。イラステ T シャツ作ってください。ああ、月曜日のイラステは T シャツを着た人たくさんいますよね。着たい人ね。着たい人。ああ、そういうことね。自分たちはユニフォーム着て見てます。おー、嬉しい。ありがとうございます。イラステユニフォーム着て見てて。嫁が毎日投稿しております。自分も大体投票しております。だから今この順位にいるわけですね。ありがとうございます。プロ野球のソフトバンクが毎年やっている、高野祭典みたいな赤いユニフォーム、見る、着る試合を作ってほしいです、うん。なるほど。毎年やってるもんね、すごい。LINE から1日1ポチしてます。ありがとうございます。芋湯に欲しい。芋湯に欲しい。甘み瓶として、大感激です。パッションフルーツを取り上げてくれてありがとうございます。ね、甘みはね、世界遺産にも、選ばれましたが、選ばれたというか、うん、あれしましたから、すごいですよ。芋湯に欲しい、これだけは視聴者がいるから、ベスト10は行くでしょう。うん。ありがとうございます。お願いします。カレーの感想を聞きたいです。あ、そう、岐阜カレー、めちゃくちゃうまかった。食べた瞬間、辛さが来るんだけど、その後に、俺が今まで大好きだったカレー屋さんがちょっと潰れちゃって、そこの味が一緒だった。その後に、もう何時間も煮込んだような、こう、フルーティーな味が、口の中でブワーッと広がって、うわー、何回食べてもこれ一口前の味のやつやんと思って、ずっと食べて、結局もう4箱、2日で食べきった。喜んでいただけて光栄です。ありがとうございます。美味しかったです。美味しくいただきました。岐阜カレー最高でした。ありがとうございます。控え島。あ、あのね、はい、黒糖ね。ありがとうございます。ゴール裏で見ることが多いから、うん、キーパーの選手が近くで見れます。うん、これはという思うシュートを止めたシーンを見ると、本当に反射神経ってすごいと思います。ね、今は足元にも技術が求められるし、うん、役割が重要になってますね。そうですね。うん、機械島知らなかった。とりあえず明日行ってくる。でもそろそろね、あの終わりの方に。はい、明日行ってくる無理でしょ。私あ、とりあえず終わりの方に来るんで、そろそろ感謝激走で、もしかしたらちょっと延長するかもしれないですけども、はい、あのコメントはもうここまでということで、はい、一応読みますけど、はい、はい、あとはもう激走感謝で終了の方に、はい、この後モアユナイテッド、FM 銀河さんありますからね、そちらも聞いてくださいね、はい、お願いします。とりあえずコメント読んでいきます。はい、私も稲穂隊に入りたいです。と入りたいみたいなんで、はい、はい、手続き方法をまた教えてあげてください。彼がユナイテッド好きでハマりました。わ、よかった、嬉しい。始球式ありがとうございました。たくさんのサポーの方からツイッターで写真や動画をいただいて感謝しております。トミさんにもご迷惑を決して申し訳ありませんでした。改めてサポーでよかったと思いたい一日でした。めちゃくちゃ楽しかったです。これからも娘ともどもユナイテッドお会いしてます。わー、あのね、セレモニーキックした方のお母さんがメッセージくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。あそこで二度切れるってなかなかないんで、いい思い出になったんじゃないでしょうか。で、終わった後ちょっとお会いして、娘さんとお母さん、うん、お話する機会あったんで、すいません、ご迷惑かけて。でもあれ2回蹴ったおかげで勝ちましたん、ね、で、次の人にも2回蹴ってもらいましょう。それは違うか。はい、ありがとうございます。はい、お供え物届いたよーは稲ゾーンか田舎編に届けてくれますか。もちろん、はい、それはあの、はい、お供え物ですって言って、ね、あの田野さん、富さんに渡してくださいって言ったら、はい、届くようになってます。はい、ありがとうございます。入りたいと思ったその瞬間に稲穂隊になるって本当ですか。
はい、その通りです。はい、米澤選手は毎試合すごいスタミナですね。何キロぐらい走ってますか、ね、彼はおそらく11キロぐらい走ってると思います、うん、僕の予想、うん、はい、今度ちゃんと聞いてみます。はい、赤いでまた応援したいです。お願いします。薩摩稲穂隊はいつでも隊員募集しますよと。はい、はい、直接なんかあのメッセージ送ってみてください、はい、お願いします。エキサイティングシートからの観戦、選手の戦う声に感動しました。でも MVP は やはり田野さん、危うくファンになりそうです。いや、なってくださいよ、そこは。危うくなんで。危うくじゃないですよ、はい。ありがとうございました。危うくでしたね。いや、やめろ。アビサポです。見ます。おー、嬉しい。昨日もお世話になりました。本当にありがとうございます。よかったらいろんなチャンネル見てください。お願いします。田野さん、応援リーダークビになったら高校時代にバイトしたコンビニ紹介します。ありがとうございます。その際はよろしくお願いします、はい、高評価ポチってください。皆さんお願いします。で、今255いきました。ありがとうございます。うん、小島凛志郎選手の優勝を白波スタジアムで見たい。見たいねー、うん、はい、アビサボ方面でチャンネル登録広げてくださいませ。ぜひお願いします。ぜひと思ってアビサボさんから。ああ、ありがとうございます、はい、ぜひよろしくお願いします。ねえ、なんかコラボとかいろんな企画一緒にできたりしたらいいのかなと思いますけど ね、はい、はい、赤いユニフォーム着る機会増やしてほしいです。あんなに綺麗なユニフォーム1試合だけってもったいない、うん、買われた方は自由ですから、ぜひ来て、前半コーン着て後半から赤に着替えようみたいな、全然 OK ですからね。ですね、はい、アビサボさんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。監督真面目すぎるから、4月からホームで勝ててないことを7月に就任した時からプレッシャーとして背負っていたと思うんですが、これまでのチームで時々気になることがあったから、今は、会いに行かないけれど、鹿児島でもそうだろうという目指すものは J2 昇格はまだ先にあるけど、とりあえずホーム勝利で連勝良かった、なんとか都合をつけてホーム行き、とりあえず連勝して良かったと。ありがとうございます。すいません、ちょっとね、ありがとうございます。ちゃんと読めてない部分が。ホームで5ヶ月勝ててなくても、9月まで連勝してなくても、まだ昇格が狙える位置にいるってこと。うん、これは鹿児島にいい風吹いてますね。本当だね。ここから本番だ。本当だ。はい、熊本から見てます。お、ありがとうございます。まだ3連勝もっといけますよね。うん、牛の浜選手とともに J2 へ。はい、熊本からありがとうございますね。ピックアップ動画笑いすぎました。うわ、嬉しい。何回も見ました。ありがとうございます。うん、ナイスセーブのビジョンが良かったです。どう、うん、止めた時にナイスセーブって一瞬出る。ああ、うん、お見逃しなくあれを、うん、意外とね、気づいてないセーブ。そう、気づいてない人いますから、うん、お茶が止めてた後にナイスセーブって出るようになったんですよ、ビジョンに、うん、はい、島選手が試合に出る時はとの参上のビジョンもできたな。だから昨日島選手出てきた時、うん、あ、一昨日か、拍手すごかったの、うん、島選手、うん、もう鹿児島に愛されてますよ。との参上、との参上いいね、うん、あの本田選手の挨拶はリスペクトに溢れてたな。確かにね、うん、やっぱ見てる人は見てたんだよ、ね、愛媛から応援してます。ありがとうございます。選手の人たちの笑顔を見ることができてすごく嬉しかったです、うん、これからたくさんの笑顔が見れますように。ちなみに愛媛で大西選手のニックネームライオンでした。ライオン、うん、お、そうなんだ。愛媛にいるときね。なるほど、だからライオン。じゃあ僕はああだこうだ言う必要はないですね。すいません、黙っとけってこと。はい、黙っとけ。ちょ、言い方悪いな。試合後、選手がホーム自由席側に挨拶に来たときに、田野さんと海山選手がハグしていたのが印象的でした、うん、ホームの勝利はやはりいいですね。次節もよろしくお願いします。ありがとうございます。愛媛サボさん、情報に感謝。ああ、ありがとうございます。どんどん出していきますからね。九州は佐賀のみですね。中原雄星氏に、頼みましょう。あ、あれだね、チャンネル登録者数。あ、違う、あ、今見てないってことね、佐賀の方が。あ、中原雄星見てないか。元ユナイテッドの選手です、はい、岐阜戦は最高の試合でした。試合前に田野さんに手紙渡して、試合後には楓山選手で娘をグッとされて大興奮でした。横浜戦も運動会前日ですが、娘と観戦に行っていただきます。うん、まありがとうございます。当たりますように。お手紙読ませていただきました、うん、ありがとうございました。僕もグッときました。ありがとうございます、ね、帰り際に田野さんとお会いした時に、田野さんがみんなが笑顔でめちゃくちゃ嬉しいっておっしゃってくださってましたね。本当にみんなは映画で借りました。よかばんでした。ありがとうございます、うん、よかった、うん、ありがとうございます。折り返してからの、伊予葉選手の素晴らしさもにも触れてください、うん、確かにね、うん、いわゆるおさむヘンリー君、攻守にわたって大活躍ですから、素晴らしい、うん、体が強いし、彼は何がいいって、うん、ごめんね、もう時間過ぎてるから巻きで行きたいんだけども、いわゆるおさむヘンリー君は、うん、ずっとメンタル面がぶれない、うん、いい意味でこう喜怒哀楽がない、うん、ああいう選手がいてくれるのは心強い。いい男だ。ありがとうございます、うん、ということで、広島より、はい、前回サンフレッチェ吉田練習場、はい、富さんが素晴らしいと話してたので改めて見に行った、うん、環境を含めてよかった、喜入れ練習場期待しかない富さんへ、ありがとうございます。いいとこです。はい、はい、大西選手は言うまでもなく
何試合か出場している白坂選手も良かったし、うん、昨日エリートリーグに出場された岩崎選手も足元の技術すごかった。いや、すごかったね。鹿児島じゃなかったら白坂選手、岩崎選手、両選手スタメン取れるんだろうな。間違いない、間違いない。いいライバル関係でね、ね、相乗効果でまだまだ成長してほしい、うん、欲しいですね。はい、鹿児島のサポーターの方たちに愛されてすごく嬉しいです。うん、ありがとうございます。そう言ってもらえて、勝って迎える月曜日はウキウキです。故郷のチームは勝つのは鬼門かよかといただきました。ありがとうございます。昨日のエリートリーグにて広谷選手のゴールすごく嬉しかったです。嬉しかった俺も。また成長してスタメンに戻ってきてほしいです。頑張れ広谷、応援してくれてるよみんな。アビサボですが、はい、こんなおもろい配信あって鹿児島サボさん羨ましい。嬉しい、それ他のサボさんに言っていただけるのは本当に大感謝。ありがとうございます。感謝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 、ありがとうございます。はい、ということで次、ユナイクーの開口図バージョン、タオルを見つけてユナイクーが、拝んでくれましたって。見つけてくれたんだね。小林さんがね、いつもクーと一緒にいるからね、小林さんを見てるはずですよ、ね、大好きなシャケさんのポストカード届きました。ありがとうございました。よかったですね、おめでとうございます。あ、アビサボさんがたくさんで嬉しい限りです、うん、わー、嬉しい、ありがとうございます、うん。トミさん、息子は名探偵コナンからサッカーが好きになり、サッカーを始め、ユナイテッドの試合を見てからもっとサッカーが大好きです。うん、コナンとコラボ待ってます。そして、ユナイ君に会いたいとサッカーを始めた娘、今ではヨネちゃんファンです。そして、二人ともトミさん、パンさんのファンです。今日の配信に関しては、今週もやって激走感謝ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、小林さんのファンという方も名乗り出てくださいね。はい、お願いします。土曜日の試合前でお会いしたときはみんな赤じゃないのって言われて、小学生のいとこ2人が、スタグルを我慢してまでお小遣いでプレイヤーズタオルを買っていました。素晴らしい。うわー、泣ける。ありがとうございます。もうそんな中で勝ててよかった、本当に、うん、それが力になったのかもしれない、ね、それで後押しね、うん、ありがとう本当に、うん、ということで、こんばんは、はい、ホームの勝利をエキサイティングシートで応援できて感激でした。選手の声や熱いプレーを目の前で見れて本当に鳥肌ものでしたと、うん、ありがとうございます、うん。サイン入りナップサック家宝にします。当たったんだ、おめでとうございます。サイン入りナップサック、もしかしたら僕が書いたやつもね。あ、マジで、うん、ユナゾンでね、書いたのよ。あー、トミさんのサインね。もしかしたら、ね、違ったらすいません。なるほど、ということで、はい、コメントももう少しになってきました、はい。もうそろそろ配信もちょっと6分くらいオーバーしますけどね、終わりたいと思います。はい、待っていきます。はい、今週土曜日の YS 戦は久しぶりに雨からホーム遠征いきます。お、ありがとうございます。気をつけて。はい、いいことだけどメッセージが多くて待機からたくさん書いてくれたけど毎回消えてしまって残念、書くタイミング考えようかな。そうですね、そこは本当に申し訳ない。なんか重たくなって多分飛んじゃうんでしょうね、はい、すいません。はい、アビサポの皆さん、ユナス戦の締めは激走感謝です。一緒にお願いします。さあ、じゃあ練習していきましょう、はい、一回、はい、最後はトミさんが何々戦に向けて頑張りましょう。せーの、激走感謝、はい、これで終わるので、はい、一緒に合わせていきましょうね。お願いします。はい、私もユナイテ秋山もらいて物みたいに言うな。6月の姉妹系マッチは飛騨牛に当選して幸せでした、うん。すごい、今回は勝ち点3もらえて幸せですと、ありがとうございます。新聞の企画ですね。で、2018年も複数選手が、複数ゴールでしたね、うん、もっと取りましょうと、うん、ありがとうございます。選手紹介じゃなくその前に流れる前節の振り返りみたいな動画です。 YouTube で何回も見れたら嬉しいです。そうですね、うん。応援していた小学生女子、今日の昼休みおしゃべりしたらいけないので、トークはノートにユナイテッドトークと書いてノート内で盛り上がったそうですって、うん、すごくない？すごいね。トミさん読んでもらっていい？はい。新潟さん、お話がエキサイティングシートのアテンドありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。さんが娘に優しくしてくれてとても喜んでました。あ、よかったです。ありがとうございます。これはもしかしたらコメントが置いてれないので、そろそろ次も貸しましょう。激走感謝、ありがとうございます。アビスパさんの、何これ、かまど炭治郎、かまど炭治郎ユニ、よかったな。確かに、うん、はい、次節横浜 YSCC 戦勝利を目指して、はい、鹿児島にやってってほしい、激走感謝と来ております。ちょっと長文だけ呼ばせていただきます。那須大輔さんなどの YouTuber とのコラボお願いします。チャンネル登録お願いしましょう。那須さんがね、メリットがあるのかなと思うのでちょっと申し訳ないなという限りなんですけど、していただけるんだったら僕は喜んでさせていただきますよ、うん、まだ動けますんで、はい。それからユナゾンのワゴンを見ていて、トミさんの歴代ユニのコンフィット T シャツのセット販売いかがでしょうというのを思いついたらしいのですが、ご検討お願いします。トミさんのコンフィットがあったのって、違う俺に言ってるってことで、あ、そう、トミさんに、ね、合わせて売ってはどうでしょうかと。そうそうそう、ああ、なるほど、ありがとうございます。はい、今夜もありがとうございました。はい、ありがとうございます。激走感謝ということで、ここからね、激走感謝。食リポうまくなっている。ありがとうございます。スタジアムの手拍子最高でしたよね。あの雰囲気最高に良かった。次も勝ちますよ、うん。今日もありがとうございました。激走感謝といただきました。ということで、
皆さん今日もありがとうございました、うん、岐阜から喜んでいただけてよかったです。あ、激走感謝、最後激走感謝がなんか了解みたいなトランシーバーの銅像みたいになってる。ありがとうございます。あ、違う、そうね、今の笑って流せばいいとこじゃないか。小林さんお疲れ様です、感謝。ほら小林さん感謝きた、ありがとうございます。はい、うん、ということで時間もだいぶ過ぎてきたんで、そろそろ締めたいと思います。初めてスタジアムに行った、おいっ子とめいっ子が勝ってすごく喜んでました、うん、よかった、ありがとうございます。ありがとう、嬉しいですね、初めて来られた方はね、はい、ありがとう、またぜひ見に来てください、うん、はい、ということで今のコメントを最後に今日は終わりということになります、はい、ということで、トミさん最後の締めを、今日も本当皆さんありがとうございました、はい、そして FM 銀河の皆さん申し訳ありません、10分オーバーしてしまいましたが、今小林さんが、URLを貼ってくださいましたので、はい、そちらに押してもらえると、FM 銀河さんのラジオを聞けますので、こちらも応援ラジオしていただいてますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ということでトミさんお願いします。はい、皆さんグッズ買ってね、買ってね、はい、鹿児島ユナイテッド市次節 YNCC 横浜戦勝利を信じて、せーの、激走感謝、ありがとうございました。アビサポさんも他のサポさんもありがとうございました。また見てね。